えこんにちは、えー。3月10日です、えー。今日は東京に来ておりまして、えー、また、えー、今日からこちらから配信します、えー。お客様は私の商品、サービスについてどのように喜んでいるかっていうお題です。えー、ともちろん、歯医者のサービスで、えー、喜んでいただける方には、えー、ものすごく喜んでいただけてるかなと思いますが、あまりなんか、めちゃくちゃ言うのも手前味噌なんで、えー、例えば、まあ、インプラントとかっていうのはやっぱり噛めるようになるっていうところのところで、 えー、喜んでいただけますし、えー、入れ歯にしないんでやっぱりご自分で面倒くさくさがないでよくかめるようになったというあのお喜びの言葉はよくいただいていますであとはホワイトニングとかも、えーまあ、あの特に今うち、えー、でやろうとしているのは全く染みない、えー、ホワイトニングを今、えー、提供しようとしています、えー、それとかは、えー、寝ちゃったっていうのは結構言われましてあの全然染みないんで寝ちゃいましたっていうのは 結構喜びの言葉かなというふうに、えー、いただいています。えー、本日は以上です。